この動画はアルティウムの提供でお送りします。こんにちは。今日は Amazon で売られている激安の電源モジュールを試してみます。こんな感じの箱に入っていて、10個入りで1290円、1つ当たり129円のとんでもない激安価格で売られています。これが実際の電源モジュールです。高圧型の DC-DC コンバーターですね。入力電圧は 3.2V から 42V、高圧型ですので出力電圧は 1.25V から最大で 35V です。高圧型の DC-DC コンバーターなので、入力電圧は出力の電圧より高くする必要があります。言い換えると、出力の電圧は入力の電圧より必ず低くなります。使われている IC はナショナルセミコンダクター製の LM2596、 今はテキサスインストルメンツに買収されて、高圧用の DC-DC コンバーター IC です。裏面を見てみると、 IC の名前とあとは DC-DC と矢印が書いてあります。これは電力の向きです。ちなみにこの IC は普通に買うと1個2、300円程度はするものです。ですがモジュールで買うと基板含めてなぜか1個あたり129円で購入できます。なんでこんなことになるのかはよくわかりません。いろいろあるんでしょう。ちなみに使い方は簡単です。こんな感じで、インと書いてある分に電源を接続、こんな感じで今 DC-DC コンバーターの電源モジュールにまた電源をつないでいます。入力の電源ですね。これは上のテスターは入力電圧今 28V で、この下の電圧は DC-DC コンバーター電源モジュールの出力電圧今は 5V に設定しています。このように入力の電圧を変えたとしても出力の電圧は常に 5V 一定です。いいですね。可変抵抗をくるくると回すと出力の電圧が調整できるようになっています。このモジュールのデータシートを見ると、出力できる最低の電圧が 1.25V ですが、だいたい 1.25V、同じくらいですね。ちゃんとスペック通りです。入力電圧を高くしていきます。スペック見ると 40V まで大丈夫って書いてあったので、とりあえず 40V を入力してみます。出力電圧をどんどんと大きくしていくとどのくらいまで出せるんでしょうか。入力電圧とほとんど同じ電圧出てますね。ただし出力部分に接続されている電解コンデンサーの耐圧が 35V です。なので 35V を超えて使わない方がいいと思います。10% くらいなら多分超えても大丈夫ですけど、保証はしません。ただこの出力電圧の上限については DC-DC コンバーター IC のスペックが分からないとどうしようもありません。データシートは後で確認します。これは高圧型の電源モジュールなので、出力の電圧は入力電圧より常に低くなりますが、何か一つ電圧があってそこからさらに低い電圧を作りたい場合にこのモジュールは活躍します。1個129円で非常に安いので、あると電子工作とかに非常に便利ではないかと思います。今回は高圧のモジュールですが、小圧のモジュールなんてのもあります。それはまた別の機会にできればいいかと思います。で、次はこの電源モジュールに使われている IC のデータシートを見ていきます。使われている DC-DC コンバーター IC のデータシートを見ています。 LM2596、 今はテキサスインストルメンツから発売されています。出力電圧については固定のタイプと可変のタイプがあるようです。で、今回使っているやつは可変タイプですね。で、入力電圧は最大 40V で、出力の電圧は 1.2V から 37V の範囲になっています。先ほど少し実験しましたが、実際にはもう少し高めの電圧が出るようですが、データシート上では最大 37V になっています。で、負荷の電流ですが最大で 3A まで出力できるようです。で、データシートを見ると標準的な回路構成がありますが、それがそのまま使われているようになっていました。で、 LM2596 ですが、中は単純なスイッチと、あとはフィードバックの回路でできています。このフィードバックというのは出力の電圧を一定に保つためのフィードバック回路です。なので中の回路はシンプルです。で、そして外付けのダイオード、これはショットキーバリアと、あとはインダクターで、出力のコンデンサーで、あとはフィードバック用の抵抗があります。で、可変抵抗がついていて、で、この分圧で電圧をフィードバックしています。データシートを見てみると、ここに位相保証用のキャパシタをつける場合があるようですが、こちらの電源モジュールではつけられていませんでした。こちらは実際の回路図で部品を取り外したものですが、固定出力と可変電圧出力の場合で同じ基板が使えるようです。この部分に可変抵抗がハンダ付けされていたのですが、そこをよく見てみると表面実装の固定抵抗を一応ハンダ付けできるようになっています。
ISO 保証用のキャパシタをハンダ付けする箇所はないようです。なので頑張って裏面とかにハンダ付けするしかなさそうですね。ISO 保証をする場合は。この電源モジュールの性能を確認するためにオシロスコープで出力の電圧のリプル成分、どのくらい電圧が変動しているかを見ています。モジュール A の入力電圧が 12V、 出力電圧が 5V、 出力の電流は 1.5A 取っているわけですが、電圧のリプルが相当でかいですね。これ今1マスが 0.1V なんですけども、ピークからピークで大体 0.4V くらいの電圧ピークがあります。10% も触れてますね。この電圧の振動幅めちゃめちゃでかくて、これダメじゃないですかね。モジュール少しどこかおかしい可能性があります。ここで衝撃の事実が発覚です。高圧コンバータの場合、出力電圧のこの谷と谷の間、山と山の間の時間がスイッチング周波数になるわけですけども、スイッチング周波数がですね、今 18kHz しかありません。このモジュールに使われている IC がですね、テキサスインストゥルメント LM2596 なんですけども、データシートに書いてある数字が 150Hz でスイッチングしているんですけども、なぜかこのモジュールですと 18kHz でスイッチングしていますね。ちょっとこれが誤動作で壊れているかもしれないので、他にモジュールまだたくさんあるのでこれでも試してみます。他のモジュールを使っていますが、スイッチング周波数はおよそ 50kHz、これもデータシートに書いてある 150Hz には足りていないですね。他のもどんどん試してみます。また別のモジュールも試していますが、こちらのスイッチング周波数も 53kHz となっています。残りの電源モジュールについても全て確認しましたが、全てスイッチング周波数は 53kHz でした。おそらくですが、 18kHz のモジュールについては故障している可能性が高いと思われます。テキサスインストゥルメンツからダウンロードしたデータシートではスイッチング周波数は 150kHz の固定になっています。ですがこのモジュールは 53kHz しかありません。おそらくですが、このモジュールに使われている IC は偽物ではないかと思います。本物の IC は使っていない可能性が非常に高いです。そもそも販売価格の時点で少しおかしいんですよね。このモジュール、正規品の本物ですと1000個買うとだいたい1個あたり300円の価格になります。ですがこのモジュールで買うとなぜか1個あたり129円で手に入ります。で、 IC を買うよりかはモジュールを買う方がなぜか安くなってしまいます。あとは IC の表面に刻印されているロゴのフォントが安定していません。今回はモジュール10個あったわけですけども、フォントがですね、なぜか2種類ありました。この IC 自体を別の工場で作っていたり、あとは別のロットであったとしても、おそらく同じメーカーで作っているので、ロゴのフォントであったり、あとは文字のフォント、そういったのは変わらないはずです。で、あとは IC のですね、形もなんかちょっと違うんですよね。ハンダ付けする足の部分が短いのと長いのが2種類あります。で、あとは裏面のですね、この金属部分が露出しているんですけど、そこら辺のデザインもですね、少し異なります。今回のこの DC-DC コンバーターのモジュールに使われている IC は、偽物だとは思います。ただしこのモジュール自体はなぜか普通に使えてしまいます。偽物っていうのは良くないんですけども、普通に使えてしまうんですね。スイッチング周波数が正規品のものと比べて 50kHz なので3分の1程度です。なので出力電圧のリプルがかなり大きくなります。なので正規品と同じくらいの小さな電圧リプルが欲しい場合は、この DC-DC コンバータの出力に少し大きめの電解コンデンサーをつける必要があります。あとはスイッチング周波数が低いので、負荷が急激に変動した時に、その分だけ負荷の変動に対する応答が遅れます。このモジュールを使うときはその点だけ注意してもらえればいいかと思います。電圧リプルが大きくなるのと、あとは負荷の変動に対する応答が少しだけ遅くなることです。あとは効率の測定もやりました。入力電圧は 12V、 出力の電圧は 5V です。最大効率は 81.5% 程度、このくらいの電力のレベルだったら、この程度ではないでしょうか。で、負荷に 3A 流した時一番効率が悪くて、この時の効率は 71.2% でした。で、熱にするとだいたい 6W 程度がこの基板上で発生していることになります。ちょっと出力電圧を変えた時の効率も測定してみたいと思います。今 5V 3A ですけど、発熱がですね、最大最大で113度になっていますね。めちゃくちゃ発熱しています。
お、115度になってますね。これをですね、定格電流の3アンペアで使うというのはかなりきつそうです。今定格電流の半分の 1.5 アンペアを流していますが、温度がですね65度とか、これでもかなり高くなってしまいます。なので流すとしたら最大でも 1.5 アンペア、この場合放熱が必要ですね。風を当てる必要があると思います。で、放熱がない場合でしたら、1アンペアが限界かなというふうには思います。ということで今日のまとめに入りますけども、この IC 自体は偽物なんですね。ただ偽物なんですけど、このモジュール自体はちゃんと物として動作します。入力電圧が変動したとしても出力の電圧は固定ですし、あと電圧もちゃんと可変できます。なんか結構複雑な気分なんですけど、1個129円で使えるものとしてはそこそこ優秀ではないかと思います。偽物の IC を使っているわけで、結構複雑な心境なんですけども、わざわざ模造品を使う必要はないんじゃないかなっていうふうには思います。で、もし模造品を使うならですね、このロゴとかはちょっと消しておいてほしいですよね。今回のこの電源モジュールですけど、スイッチング周波数が低いので出力の電圧のリプルが少しだけ大きくなること、で、あとは急激な負荷変動であったり、あとは入力電圧の変動に対して少しだけ応答が遅れること、そこだけに注意してもらえれば、普通に使える電源モジュールではないかと思います。そんなところですね。ということで今日のスポンサーのアルティームの紹介です。アルティームは回路設計をするための回路 CAD ソフトウェアで、一見も普段から愛用しています。ちなみに次回動画の予告になりますが、アルティームで実際に設計した DC-DC コンバータを組み立ててみます。今回調べた DC-DC コンバータより少しだけ性能の高いものを作ってみます。もちろん部品は正規品の本物を使います。模造品や偽物ではありません。アルティームは主に仕事で使う回路 CAD ですが、アルティームに興味のある人はぜひ使ってみてください。概要欄に無料体験版のリンクがあります。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。